ボンジュール、皆さんこんにちは。妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はフランス版の妖怪ウォッチのおもちゃを紹介したいと思います。こちらがフランス版の妖怪ウォッチのコミックス1巻2巻です。フランス語ちょっと全然わかんないんですけど、目次がこちらですね。チャプター1モンプレミアアミ妖怪。ちなみにコミックス2巻の裏面にはなんか付録がついてます。こちらがフランス版のメダルモーメントなんですけど、ハズブロの商品なのでアメリカのおもちゃと同じですね。基本的にジバニャンとウィスパーのメダル付き。こちらのおもちゃはですね、なんとカスタマイズヨアウォッチってことで、妖怪ウォッチをカスタマイズできるみたい。ベルト部分にストッパーつけたりとか、カバーをコマさんにできたりとかね。こちらのおもちゃは以前紹介しましたよね。ジバニャンとコマさんのフィギュアなんですけど、シールを貼り替えることでいろんな表情が作れます。続きましてフランス版の妖怪メダルチェックしていきましょう。まずこちらが妖怪メダルシリーズ1ですね。そしてこの緑色のパッケージのが妖怪メダルシリーズ3。ハズブロ製品ということでアメリカのと基本同じですね。こちら日本ではなかなか見かけないんですけど、妖怪メダル1枚で発売してるんですよね。チクチクウニの銀フレームのメダルが。そしてコンバートフィギュア3種がこちらですね。ジバニャン、コマさん、ウィスパー。このおもちゃ結構面白くてですね、ジバニャンがワルニャンに変身します。あとメダルも付属。さらにこちらがですね、ジバニャンとコマジロのおもちゃです。これ見たことない。商品名もフランス語になってます。これ押すと音が鳴るんですけど、また別の動画で紹介します。そしてなんと妖怪ウォッチウェブワボープニプニのぬいぐるみも発売してます。皆様お待たせしました。フランス版の妖怪ウォッチ開封してみます。パッケージの裏面もフランス語で書かれてるんで、おそらくフランス語話してくれるはず。ドイツ版同様、じゃじゃん、フランス版の妖怪ウォッチこちらです。妖怪ウォッチの見た目はアメリカとかドイツのやつと同じですよね。付属のジバニャンとウィスパーのメダルこちらです。ではフランスのジバニャン召喚してみます。妖怪メダルセットオン。フランス語喋ってますね。召喚ソングもあとセリフも。リバーニャーン。なんか召喚の音声かなり重低音の男性の声でしたね。そしてフランス版のウィスパー召喚してみます。Bien bonjour, cher ami du Montréal. Mon nom est Whisper. Pour vous servir. はい、ウィスパーだけ聞き取れた。あとちょっとよくわかんなかったけど。Bien bonjour, cher ami du Montréal.はい。はい。